宗教法人ベッドムスリム教会が日出町で計画している土葬墓地の建設について、教会と地元住民が準備してきた協定書が明日にも調印される予定であることが分かりました。教会は日出町南畑の町有地にイスラム教徒のための土葬墓地を建設するため、地元コービラの住民と交わす協定書を去年7月から準備してきました。協定案には埋葬できる区画数や1年に1度地下の水質検査を行うことなどを盛り込んでいて、2月に両者が合意していました。一方、計画地の近くに水源がある杵築市山賀町上地区の住民は、水質の悪化や風評被害を懸念して場所を変更してほしいと訴えています。先月、日出町は杵築住民を対象に説明会を開き、水質悪化への対策などを打ち出して理解を求めましたが、それぞれの主張に折り合いはつきませんでした。日出町と協会によると、すでにコービラの住民は協定書に調印していて、明日は協会がサインする予定だということです。協定が結ばれると土地の売買ができるようになり、計画が大きく前進します。これについて杵築市山賀町上地区の渡辺区長会長は、遅かれ早かれとは思っていたが早かった、今後の対応は水源を管理する組合や周辺の区長らと協議して考えたいとしています。